パトリック、うん、スイッチをする、宇佐美運ぶ、入れ替わって、うまい、うまいですね、個人技で1点返しました、ガンバ。もともとここのプレーに関しては川崎からするとおそらく立ち位置の中でも相手を引きつけてワンタッチなんです。ちょっとずれたんですよね、でそこをガンバが奪ってから一気にスピードが上がったんですが、まあ、これはもうこの2トップの連携と最終的には宇佐美のプレーをもう褒める以外にないなということですね。はい、谷口も間に合っているように見えるんですが、まあ、おそらくまた抜いていると思いますし、最後のフリーです、上りだと食べます、浮かせてマルシーニョ、山根ラストパス、先制レアンドロ・ダミアン、これでシーズン21ゴール。ボールをうまく斜めに入れていくってことも知り始めてましたし、ここもやっぱり真ん中はかなり混み合ってるんですけども、まあ、その分少しあの外側が空いてるので、まあ、引きつけて持ってった時にワンタッチで折り返すっていうここのアイデアも良かったなと思いますか。あと最後のフィニッシュですね、ちょっと後ろに来たボールを、まあ、こういう戦い方を見ると、まあ、この先ももちろん4バックという理想はあるけれども、小柏が抜けてくる、小柏決まった、札幌追加点、小柏は今シーズンの6ゴール目。まあ、小柏選手のスピードを生かすようなボールですよね、これは、はい、ここで上回ってしっかりと手を使って、まあ、コースを作って左手で抑えながら、最後少し足当たってるんですけどね、小川選手の、はい、まあ、結構進入できますしね、はい、武藤選手はスペースに飛び出し、はい、もう最近好調だったと思うんですよね。さあ右サイド、小川が中に入れて、うん、チャナティップ、ワンタッチ、優しいボール、いや完璧だ、アメコからトゥチッチ、今日2点目、後半の立ち上がりに、これはサイドからワンタッチ、はい、でここも少しマイナス、フリーのチャナティップ見逃さずにワンタッチ、ワンタッチですもんね、はい、川島選手もどうしようもないというか全部後手ですよね、ここのワンタッチが効きましたし、うん、チャナティップ、はい、金子選手も入ってきて最終的にいいポジションですね、シュートが打てるポジションにツチッチがいる、もうこれはもうフィット感感じますよね、はい、ここですよね、担当した木田、そして中川、小池が右走ってきている、その小池を使う、小池切り返して、ここからマイナス、そして中川シュートだー、決まった、途中出場中川大きな得点、追加点入ります、横浜 F マリノス、ね、木田がいいインターセプトして、ここで少し判断が遅れたんですよね、接触したことによって逆にポジションが取れた感じですね。でファーストタッチでしっかりと左で蹴れるところシュートコースに置いて、そこから巻いてのシュートですね、本当イメージ通り、コントロールからシュートまでイメージ通りだったんじゃないですかね。行く東京、逆を見た、いいところを見た高萩、ナイスタッチは長井が行く、さあ行きます、使った、首振った、渡辺龍馬から右に持ってきて、今度の左足だ、ね、うん、これが東京のメッシ、今野和也、まあ、高木選手が、ね、この低い位置からしっかりと長井選手を、ね、まあ、見えてましたし、ここで、ね、少し時間を作りながら左サイドから右サイドに展開して、まあ、ここで、ね、今野選手は迷いなく、まあ、シュートを、ね、選択しましたから、まあ、このイメージ通りの、まあ、シュートを、ね、まあ、選択でき、まあ、決断しましたよね、まあ、精度高かったですね、素晴らしいです、うん、中山、あ、中入れたボール浮いてファーに流れました、さあここは仕掛けるか、落としたボール、中村シュート、きたー、中村啓太、見事でしたね、少しここでフリーになって受けて、うん、後ろからプレッシャーありましたので早めに打とうということで打ちましたけども、 いやいいコース飛ばせましたね、
ントロしてこの間、うわ、若干、そうですね、アウトに若干かけたんですね。まあボールが、そうですね、縦にボールを置いたの。サロモンソンからのボール、スオビクはじく、そして前、今度はクルークスからの組み立てとなるか。さあクルークス、クルークス、そのままいった、クルークス、ホーム最終戦出ました、クルークス。まあこのいいボールでしたけども、まあスオビクが弾いた後出した後、ここ一回クロスを選択するように見せるんですけども、まあここで自分が少し距離感があるので仕掛けてって、まあこのシュートですよね。巻きながら外側に、まあ、キーパーからするとやっぱノーチャンスだと思いますし、まあ、あの辺のこうペナルティーボックス内で外ですけれども、まあ、これだけねじ込む、まあ、ゴール前のゾーンで守ってますから、はい、中央を締めているのでペナ外もしくはファーサイド、こういったところ空いてますよね。ファーサイドにセコイさせてますが、藤田の左足だ、ねじ込みました。レジェンドに捧げる藤田の同点ゴール。これはまた強烈な一撃ですね。そうですね。ただいまの得点はセレッソ大阪背番号5、さすがランゲニックも止められないですよね。当たって入ったんですね、はい、でも反応してるんですよね。一つ再考してからワイドに出してサイドを変えます。山崎ヘッドで落としてセカンドボール、シュートまでいけるかどうか、バイシクルだ。なんとなんと柿谷大一郎、大久保、いや今のゴールですね。いや素晴らしいコントロールでしたよね。ここ、はい、自分で上げてバイシクルですから、もう完全に狙ってましたよね、トラップする瞬間に。完璧なコントロールですね。意表をつくシュートですから。Like, subscribe, push notification. Like, subscribe, push notification.